秘宝、久保建英さん、森保監督に電池スタートと言われて泣いてるもよ。明日28日に親善試合コロンビア戦を迎える日本代表の森保はじめ監督が27日大阪市内で記者会見し、起用については基本的にはウルグアイ戦のメンバー中心とは思うが何人か変えていくということを考えていますと語った。久保の件だが、本人はやる気満々だと思うが、コンディション的にはチームの全体練習ができない中で来ているので先発は難しいかなと思っている。マジで無能監督、親善試合とは何だったん。久保くんは何しに来るん。じゃあ三笘も伊藤も遠藤も使うなよ。消耗させる必要ないのに、年内は視聴率を気にしてのメンバーか。これも日本人監督以外はダメな理由の一つだろ。これで鎌田がまたトップ下でダメダメだったらきつそう。偽サイドバック浸透させたいんだろ。呼んだ選手は全員起用しろとかいう人もいるから難しいね。そもそも大津組そんなに呼ばなくてもよかった。少なくともすでによくわかっててチーム確立してる。三笘や久保なんかは呼ぶ必要ゼロだろ。今回メンバーは変えても5人くらいにしないと、1戦目と2戦目で別チームにしたら意味ないよね。七海のやり方なんて浸透させてどうすんだよ。てかディフェンス陣がワールドカップからこれだけ変わってんのにまだ変えてほしいんか。何人かは変えるんだろ。多分トップと左サイドバックだろうけど、あとは出来の悪かった森田をどうするかだな。前田も呼んだだけで離脱したの草生える。マジで古橋呼んどけよ。完全に嫌がらせやん。チャンスはあげたいけど明日もダニエル。アホか。